チポイント、まあ、ポイント、まあ、取ってると思うんで、はい、ダウンしてますね。遠藤選手がどう切り崩していくのか、うん、そこに注目したいと思います。膝、ここは嫌いました。膝カウンターで入った。もうこの後ろのフックが厳しい。すぐ離れます。さあ低いタックル取りました。しかし首を取っています。結果テイクダウン成功。首はまだ浅いか。高橋さん、タックルいきましたね。そうですね、まあまあ、もともと遠藤選手も柔道出身ですから、そうです、組み技選手ですね、うん、中村選手は、まあ、空手出身なんで、はい、またストライカーだったんですけど、寝かせて、まあ、フリオスパウンド、はい、技のパンチは遠藤選手非常に強いものを持ってますから、うん、ここでいい展開作れるといいと思うんですけどね。先ほども練習の風景でこうダミーをバンバンこの形で叩いていました。まあ、これを嫌うようにか、下から先ほどからこう首を抱え込むような形があります、中倉。1分10経過、鉄を落とさせません。リスト握ります。両リストを握ってパウンドを決めます。右、まだまだまだ時間はあります。第2ラウンド、やはりここは大きく差がつけられるほどのやっぱ攻めを期待したいですよね。さあラバーガード、左の足が少し上に上がりました。下にいる中村選手、常にあの手首持ってるんで、はい、三角へのプレッシャー、これですね。さあ来ましたね。さあ三角へのプレッシャー、立ち入れ、入れ替わる、立ち上がりました。そのままただ足の裏に手が回っています。これは嫌い、抱えてバスターだ。中村選手、こういうのもあるんですね。そうですね、見事ですね。今度は入れ替わって上が中倉です。中村選手、やっぱり一回りなんか大きくなった感じがやっぱりしますね。こういうあえて攻撃の幅を広いっていうのを、まあ、見せてるようになくら感じがするぐらいですよね。ちょっと懐の深さが、うん、そうですね。まあ、それが王者になったからこそかもしれません。おそらく相手は打撃だけを考えてくるだろうということの、まあ、裏を変えているように私は思いますね。そのあたりも年齢だったり王者と挑戦者とかいろんなこう違いがあるんですね。そうでしょうね、まあ、結構中村選手もキャリア長くきましたね。まあ、そして上の王者中村選手は男の子がまだ生まれたばかり、宝くんが生まれて、そういったところもいろいろするところあるようです。コツコツとですね、まあ、このあたりは確実にこれやっぱし少しずつ効いてくるんですか、なんか行動の感じで。そうですね、嫌ですよね。それで、こうあまり長くもらってるとボーッとしてくるみたいなのもあると思いますね。少し頭をボーッとしてきますね。ブレイクですね。あ、ブレイクです。装着のブレイクですね。これ以上展開がないと見てスタンディングでの再開です。右足前の構え、サウスポーが遠藤。日本のシュートは若干寝技長めに見るんですけどね、それでもやはり装着したらブレイクしますね。ニヤッと笑いました。拳を合わせます。おお、ちょっとゴミ選手を思い出させるような独特な軌道のアッパーです。アッパーが入りまた上、中村非常にいいですね。やっぱり打とうとする気持ちをそぐような戦い方してますね。中井さん、今私、はい、大人っていう文字が頭の中に浮かんだんですけど、総合格闘技やっぱり非常に懐が深いところがありまして、はい、こういうふうにやりたいことができない展開に徹底的に持ち込むということが、まあ、戦略上やっぱりできますよね。長谷川選手、それはやっぱりこういろんな投げだったり締めだったりグラウンドがあるからなんでしょうね。そうですね、もちろんボクシングもありますよね。もちろん、まあ、もちろんボクシングもありますけど、またボクシングとは違うものがいっぱいあるんで。さあ下からしかし腕絡みに行きます。嫌って、なんと余裕持って見切ってますね。あ、そうですね。そのチャレンジャー遠藤選手へ対するコメントで王者の中倉が言っていたのが、遠藤選手うまいですね、僕と手が合うと思いますよ、まあ、うまさやったらおっちゃんもそこそこいけるけどねと。まあ、しかし逆に遠藤選手の方としては中倉選手がさばききれないくらいガンガン中に入っていけば勝機ありと、強引な相手は苦手だと思いますとコメントしています。むしろそれを、まあ、今までの展開をちょっと
闘牛士のことを流してますよね。なるほど、先生のダウンを奪っていることもありますね。そうですね。さあ第2ラウンド